動いてる動いてない止まった止まってる動いてますか動いてるえ止まってる止まってないよ じゃ、あ君だ。君の携帯が止まってるんだ。あっ。ヤフー動いてるじゃん。なんで嘘つくの君の携帯だ。君の携帯のテンポが悪いんだよ。やめてやめて。私のせいにしたいで。 やだやだ。え、本当にやだ。歌に自信ないから全然上手じゃないよ。本当に加工加工。なんだっけ、なんか、合わせてくれるじゃん。加工してくれる人が。私じゃない。私の実力じゃないよ。この現、この世代の <laughs>、あの <laughs>、素晴らしさ。画質が悪い。あ、本当にやっぱ、 ダメかなホテルでやっちゃなんか寂しくてさなんかなどうにかしたいと思って <laughs> なんかどうにか寂しくしたくなくてあじゃライブしようと思ってライブしたんだけどダメだったごめんなさい今あの w i f i つないでないのあの w i フ f i ホテルの w i フ f i つないでないんだけど なんかさ、そういうの、繋いだ方がなんかさ、悪くないなんかホテルの Wi-Fi って。なんか自分でゲームしたりする分にはいいんだけど、ライブとかってなるとさ、なんか、悪くないなんかホテルの Wi-Fi。繋がうか。繋、繋いだ方がいいなんかでも悪そうじゃないなんかあ。なぜエフェクトをしてるかというと、すっぴんだからだよ 今まで一日すっぴんだから。もういいなあ、そう、ドッキリグランプリ。見ていくださ、はいね。あさって土曜日。土曜日です。今日何曜日あ、もう見れない。今日何曜日だろう。今日何曜日だ。<laughs> やばい、なんかさ、頭がパンクパンク。曜日感覚おかしくなってる。 土曜日見てくださーい、ドッキリグランプリ。あの、私の出演は何時からとかっていうのは分からないけど、出ます。ドッキリ仕掛けられました。今も仕掛ける側やってみたいなだいたい、仕掛けられちゃうから。すっぴん全然変わない。え、じゃい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 。エフェクトのおかげで変わってないだけだよ。 わかテてんや。うーん。食べなきゃな、ゴムだ。えっ、と、んじゃ、ゴムじゃない。ゴムしてない。ゴムじゃないよ。ゴムしてないよ。<laughs> ドッキリ引っかかりやすい。え、なんかも、なんかさすがに、なんかこれはわかるわーっていうやつはあるけど、だいたいなんか引っかかってる時の本が多いかもしれない。 なんか、うまいんだよね。なんか、うまいよね。なんか、みんな仕掛けるの。え、マジ寂しいんだけど、本当に一人嫌だ。本当になんかさ、一人ってさ、なんかさ、寂しくないなんか、夜寝るの、なんか嫌だ。だからいいなさ、一人、そういうなんか、地方のさ、お仕事の時、マネージャーさんと同じ部屋じゃないから、一人なんだけど、 オルゴール聞きながら寝てるもん、その、怖くて。<laughs> なんかあの、なんかさ、ベッドのさ、近くにさ、なんかマム電球みたいなライトあるじゃん。それつけて、テレビつけて、オルゴールつけて、寝る。え、怖くないなんかさ、しかもさ、なんか、同じ階にさ、何人もいるじゃん、人が。ガンガンガンみたいな聞こえただけでいいの、本当に無理。なんか、あ、私今からもう、あれかもしれないみたいな。 でもそう思っちゃう人なんだよね昔から被害妄想だいぶ強め何時くらいまでやろうねでも多分明日はちょっと朝早いんでうわやめて早めに寝る逆に怖くないオルゴールえ怖くないよあのねディズニーのオルゴールかけてねあの寝るとね寝れるの。 あ、そうそうそう。前のドッキリグランプリは壁止めし、カブトムシをなんか、この辺につけないと。その方が怖い。何か何か、オルゴールオルゴール怖くないよだってさ、真っ暗の部屋でさ、シーンとしてる中さ、寝てる方が怖くないで、目さ、これで閉じるじゃん。目閉じてる時にさ、なんかバーンみたいなの聞こえてきたらさ、いや、本当にもう多分無理。いい本当に一人で寝れなくなっちゃう。ガチでなんか、 昔からそうなの。なんかな。んかの音がないと寝れない。ほんとに。シーンとしてる真っ暗の部屋で寝るとかほんとに無理。真っ暗の中で寝るのはいけるけど、何かしらの音とか何かしらの動画がかかってないとマジで寝れない。無音無理。無音だったら、とん、あのー、近くに家族とか友達とかいないとガチで無理。ほん、本当に私マジで無理。虫と、 あの、自然災害と、そういう幽霊系は、心霊系は、うんもう本当に音になっても無理。ね本当ドア開いてるのでもう当にとにそういうのやめて。本当に嫌だ。そういうの本当に、やめてやめてやめて。怖い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 え、<laughs> それどうせる本当にさ、ドアがちゃんと開いたら。私も冒険吐きまくるよ。え、キモいです。え、やてもらっていいですかそういうの興味ないんで。 言うからね、本当に。やめてやめて。え、でも私、霊界あるから、あれだよ。なんか、もし、どっかに誰かがいたとしても、ね、多分気づく。<laughs> 後ろおりません。だよね。いたらね、もうカ、カチャッて、カチャッておっとね。あれだよ。怖いの嫌いだからめっちゃ共感。だよね、だよね、だよね。怖いの本当に本当にや。 一緒に誰かいるのいるかもしれない。ヤッでー。でもそこに鏡あるんだよね。怖い。怖いわー。怖いわー。鏡、あのさ、ベッドのさ、あの、まんまに鏡を置くの、本当にやめてほしいんだよね。ユナ、昔から。それだけ本当に許せない。 なんか、どこのホテル行ってもさ、ベッド付近にさ、なんか、ない鏡。芝居取るかーって思うんだよ、ね。今、ほんとにさ、ほんとにベッド付近にさ、鏡置かないでほしい。今一人で、一人一人。お風呂って怖い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 。だから、あのー、音楽爆音、音楽爆音にして、お風呂入る。テレビつけて。当たり前じゃん、無理無理。 わかるパッン見て。誰か見てん、どうね。暗くして寝れるけど、そう、だから、暗くして寝るのはできるんだけど、あの、動画とかかかってないと寝れない。ショートかロングどっち派うん。ショートかロングいや、でもまあ、 うん、え似合ってたらね、その人にさ、なんか似合う髪型ってあるじゃん。だから私は別にね、なんかないんだよな。ただなんか、ショートの女性はすごい憧れる。私。声風に乗せて。ひー。 合わせ鏡とかしないように気をつけてね。ユナのままさ、ずっと合わせ鏡するんだよね。やめてほしいわ、本当に。ずっとなんか、ユナのお家の洗面所が、なんか、こう三面鏡になれるのね。三面鏡になれるんだけど、ずっとこう合わせ鏡にして、あの、こう、閉ざす、と、な、なんて言ったらいいの日本語が出てこない。なんか、 閉ざさないで、もういろいろするの。いや,やめてねって言ってんのに、ずっと合わせ鏡直してくれない。狼オオちゃんまだ見れてない見た次中間だから次4話。中間だからね。間に合ってね。早く見ないと間に合わないよ。今日のご飯は、 うーんと、朝、なんか、空港で、なんか、海苔弁みたいなの食べて、お昼、ちょっと遅めのお昼を、ラーメン食べて、夜、なんかさっきね、なんか、夜はね、そんななんか、何っていうの食べてないんだよね。いろいろつまんでこうやって食べてました。 リアル恋したことあるあるよキュンキュンして見てました <laughs> よかったよかったゆなちゃんやん後ろにピンキーいないよピンキーはね東京にいるからね ねえ、もう、本当に物音嫌い。どんどんとか本当に嫌いなんだけど、どうしたらいい怖い。リアル恋してます。いいじゃん、楽しいんでね。ラーメンは醤油味が好き。私、ラーメン本当に大好きなんだよね。どこに来てるの まあ YouTube で答え合わせが出るかと思います。後ろ。こういう人いるよね、本当に。やめな、本当にそういうことすんの。やめてやめてやめて。じゃあもしどうすんの本当にさ、後ろにさ、こうやって写っててさ、私がさ、このインスタライブ中にさ、こう、こう、こうなっちゃったら、ほにどうすんの 私の友達が霊感結構強くてたまに急に泣き出すから、足加えるの大嫌いだからその子に悪いんだけど最近距離置いてる。かわいそうだけど。姉ちゃんだったらこういってどうする私も霊感ある人だから何とも思わないや。<laughs> <laughs> だから全然なんか撮影現場で、あ、やばいなって感じる時とか全然あるけど。まあでも、仕事って割り切ってるけど。なんだろうね。うーん。うーん。 ええゆらちゃんだったらどうするえぇ、ー、なんだろう。うやめてやめてよ。そうやってエフェクト取ろうとすんのええー。難しいね、これは。でも近くにいてさ、なんか、自分で気づいてないんだけど自分も霊感あったりとかさ、呼びつけ、なんていうのなんか、なんていうの 持って帰りやすい人だったりとかしたら危ないから、離れてもいいと思うけど、でも、その子のことが好きだったら私離れないかも。彼氏いますかってやばくないだから、いて、いてね、私、かんかんみたいな。ええー、私、彼氏いるんですけど、それこそ本当に狼ちゃんだからさ、やばいじゃん、本当に。それでさ、本当に、 なんか、リアルで彼氏行ってきさ、狼ちゃんとか出てさ、えぇ、やだーみたいなのやっててさ、めっちゃ、一番狼ちゃんだよ、それこそ。みんな、俺はね、あの、いないです、いないです。これで、本当に言ったら、やばいよね。怖がるとはわけあ。私怖くはないの、だから。 <laughs> やばいよね、こんな。やばいでしょ、彼氏と狼ちゃん出てたら。ないよ。本当に17歳とは思えない。見た目もそうだけど、中身も本当な。いや、でもね、あれなんですよね。なんか私、こないだ YouTube 撮ってて、あ、自分って大人だわって思った瞬間があったの。もう今度出ると思うんですけどね、YouTube で <laughs> なんかね、私、 高校生みたいな恋愛をしてないなって思った。そのね、恋愛相談のさ、質問募集したじゃん、みんなから。なんかね、可愛いいなって思いました。<laughs> なんか、学生っぽいくていいなって。だからなんか、逆になんか、それがさ、みんなに参考になるかどうかわからないけど、一意見として動画を撮ったんだけど、うん。 ど,どうなんだろうね。だから、い,い,いや、もう私もそんななんか、学生みたいななんか恋愛したいわって思,思った。なんだかね、みんな可愛いんだよね。しかもなんか結構大体似てるの質問。なんか、答えたから、ここでは私の答えを言わないけど、あ、う、の、ん、嫉妬させたいとか,なんか、なんだっけな、なんか、なんかいろいろあったんだよ、可愛いの。なんか可愛らしくて、 うん、とても可愛らしかったせいなやっほお疲れいいね私も私もう中学からいや小学からさこの活動をしてるからさなんかそういうなんか外で堂々とデートをするとかそういうのはしたことなくてだからなんか,なんかいいなって思った本当にいいよみんな,なんかそういういろ悩みあるのかもしれないけどなんか私はそれがすごい羨ましいなんか うん、いいな、本当に。私も恋愛したい。<laughs> 私もそういう恋愛をしたい。<laughs> 教式出て、教式出ないでしょやばいだからね、やばくないなんかさっきからやばくないなんかさ、私、彼氏、彼氏いますみたいな感じで狼出てもやばいけど、なんか狼出演中に教式とか出てたら、もう、こいつやべえだろってなっちゃうんでしょ本当にやめてやめてやめて。やばいからそんなに言ってたら。 なんか、せーの、なんか言ってなかった感じ、あはははえ、聞いてない <laughs> 初めてイなちゃんのインスタライブ見て、あ、こんにちは。だから、ね、今日静かにしなきゃいけないの。ね、わかる隣の人ね。隣の人に怒られちゃう可能性があるから。私、一回ホテルで苦情入ったことあるんだよ。うるさすぎて。は、ね、だからイラも、あの、 ホテルで騒ぐことできないね。うん。やめてもらって、本当に。静かにしてね。あれ、勇気またいたの <laughs> あのね。ほに、本当に静かにしなきゃいけないから。今日は。ちょっとっ、いや、これは私の寂しいっていう気持ちを紛らわすためのね、インスタライブ。陰キャですかンキャですか,ヨンキャですか いや、これね、私多分どっちも入ってるんだよね。なんか、根、ね、っから根の陽キャではないの、私。なんか、さっきもそうなんだけど、あの、今ね、地方に来てるじゃん、私。地方に来てて、なんか YouTube、Vlog みたいな感じで YouTube を撮ってるんだけど、私ね、まあ、うん、もともとインドアだから、外に出ない人なのね。だからなんか、なんて言うんだろう、うディズニーとか遊園地とか好きだけど、なんかあんまり、なんかね、 なんか、人混みがあんまり好きじゃないの。だから買い物とかも全然行かないんだけど。買うときはもう一日でばーっとガッツで買って、なんか、あれなんだけど。だからほんとさっきね、なんか人前で、なんか you YouTube を撮ったりとか写真を撮ってたりとかしてたの。もう、恥ずかしすぎて恥ずかしすぎて、なかもう。こんなの。で、まあクワちゃんと二人なんだけどね。今日クワちゃんと二人だったんだけど、なんかこうやって、もう撮って、 キュキュキュって言っても、もう、もうなんかあの、周りの人たちの方がすごいの。なんか、イエーみたいな。<laughs> ええー、みたいな。すごいわーみたいな。うわ、すっごいなーみたいな感じの人たちしかいなくて。なんか、もう、無理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 。なんかもう、カンコレとか、なんかもう、じゃはい、決めますよみたいな。もうなんか、 はい、決めますよみたいな時は、できるの。なんかもはい、演技しますよとかも、もはい、決めますよ、はい、もうポージングしてください、みたいな時は、できるんだけど、なんかもうこういう、こういう、もう、なんか、プライベートです、みたいな時は、無理。なんかも本当に無理。ちょっと、避けていきたい。ギナのはね <laughs>、 頭良くないから、本当にやめてやめてやめて。でも本当に頭良くないよ。これやっとくけど。あのね、多分もうバカすぎてみんなびっくりしちゃうと思う。うわ、すごいピザの絵文字。シゅンくん、レオくん、超かわいい。話し方からして天然なんだよね。 じゃあな、話し方からして天然なんだよねっていうのは偏見すぎない声が聞こえない。嘘だ。はい。こうしたら聞こえますかどうしたらいいんだろう。話し方からして天然っていうのは偏見です。え、私結構しっかりしてると思う。え、だってだってだって大人の、ああ大人の方と話すって。 なった時とか、なんかちゃんと話しますよ、みたいな。はい、インタビューします。お願いします。みたいな時は、あ、ユナさんって、あれなんですね。なんか YouTube とか見る感じ、なんか結構、なんかパーみたいな感じかなと思ったら、なんとしっかりされてるんですね、みたいなこと言われる時の方が多いからね、言っとくけど。え、こうこう見えて結構考えてる。だから、あの、あ、考えてなさそうで、 意外と考えてるランキングトップレベルに入るくらい、結構、意外としっかりしてると思うんだよね。なんかみんなが思ってるより、みんなが思ってるより、しっかりしてるよ。え、あ、食いすぎちゃった。どうしようどうしようどうしよう。でもね、いやね、怖いんだよね。なんか、ほん、あやめて本当にやめてえ、あの、ゆう、違う、あと、ホテル一人って本当に怖くないちょっと、えっと、あの、マネージャーさん呼ぼうかな。 みなちゃん、しっかりしてると思う。それな、もっと言って。あの、確かに、学力的にはやばい。学力はやばいけど、学力やばい、ね、意外とってなんだよ。本当だよね。意外とってなんだよって感じかもしんないけどさ。でも、本当にそうかもしんないけどさ。じゃ、学力はやばいの。学力はやばいけど、なんか、こういうこと考えてください。みたいなやつは考えれると思うよ。私、たぶん。もうちょいしよう。もうちょい。えー、どうしよう。何時までにしよう。 中国語喋れません。BTS 知ってますか知ってますよ、BTS さん。てやばいじゃん。だってあの、オオカミちゃんのさ、あれ、BTS さんのクリスタルスノーさ、あれなのにさ、え、BTS さんですか知らないです。とか言ってたらさ、クビだよね、マジで。やばいでしょ。さすがにね。さすがに。 考えてなさそうって言われるけど、考えてるってあほんとだよまさにそうだよだからやめてこの、撮れそうになるの。寝落ちするまでやったらって、危ない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 。昨日ピンキーのライブ見てたけど、動き方は同じ。<laughs> えー、てかさ、私さ、昨日さ、深夜12時くらいにお風呂入ってたんだけど、え、あの、私お風呂で大熱唱する人なんだけどさ、え、聞こえてなかった私の声。えしか、なんか、あの、お風呂でさ、大熱唱してたら結構声漏れるんだけど。 ユナがしっかり者だったの俺、超しっかり者ででえ、ですなんかさ、ショーンさ、なんかさ、セイナとさ、なんかさ、ゆうきのさ、インスタライブでさ、ショーンなんかさ、めっちゃ、ちっ鼻をつけた。あ、なんかちゃった。なんかさ、ショーンがさ、なんかさ、なんかさ、私のことさ、なんかさ、めっちゃバカにしてきて、なんかさ、すごいなんかついちゃったんだけど、なんかさ、すっごいバカにしてきたのなんか、

美容室に行ってきたのなこの間美容室に行ってきたんだけどさなんかその日にねワンピースを着てたのねなんか美,容室を美容室に行ってワンピースを着てたのでなんかコート着てくじゃん寒いからでねコート着てってまあなんか「あじゃあコート預かりします」って言われたから「あお願いします」ってコート預けたのそしたらね 後ろにも、後ろも止めるやつあるし、なんか、なんか横にも止めるのがあったの。ね私その服初めて着るわけじゃなかったの。だけどなんか、後ろを止めたら、なんか全部止めた気になっちゃって、横止めるの忘れてたのね。<laughs> そうなんか <laughs>、なんか普通にさ、なんかさ、そんなんなんか空いてるって思わないじゃん、ワンピース。だからさ、普通にさ、なんか、 あ、じゃここで待っててくださいって言われたところでさ、こ,れこうやって普通に待ってたの、こうやって携帯見ながら、そしたらなんかさ、すいませんだ、大変ちょっと言いにくいんですけど、ちょっとの、横のチャックが開いてますねって言って、もう本当に、なんかこっからここまで、例えばここまでさ、チャックのあれがあるとしたら、え、もう、全、もう、全開き、もう全開きしてて、いやさ、え、え、えみたいな。 でもすっごい顔赤くなっちゃって、ほんと申し訳ありません、みたいな。言ったんだけど、もうほんとに恥ずかしくないえ、みんな恥ずかしすぎて、すぐマネージャーさんとママにさ、LINE したの。ね、もう聞いてほしい、みたいな言って。ね、ほんとにみんな気をつけてね。多分なかなかない話だとは思うんだけどさ、え辛くない私なんかもう、ここ最近ね、一番辛かった。話の内容、なんちゃらなんちゃらなんちゃら。 え、本当に恥ずかしくないえ、なんかもう、私もうあそこの美容室に顔出しし,しづらいもん。え、それなんか2階の個室で切ってもらったんだけど、なんか、あの、なんか、階段の持ってる時に、なんか、その1階にいるスタッフさんにもなんかその話が全員になんかさ、なんか、なんて言ったらいいのなんか、なんか、 なんて言ったらいいのなんかもうその話が全員に伝わってるんじゃないかってくらい、なんかみんななんか、みたいな感じで見てくんのなんか、ごめんなさい、本当にみたいな気持ちで階段の表なんだけどさ、すごい恥ずかしかった。イヤホンでラジオで聞いてたけどよく喋るね、あなた。マシンガンいたの全然なんか、気配薄いじゃん。全然いると思わなかったし、すごい変な話しちゃったじゃん。やめて。 本当になんかもうこの世が終わるくらい顔が赤くなっちゃったよね本当になんかもう撮影で失敗したとかよりも恥ずかしかっただってめっちゃ人いたもん本当にえまずこうこ,こうこうチャックがねここ,ここねここチャックチャック入ってるじゃんこっちにな5人くらいスタッフさんいるじゃんで目の前に一般のねお客様がいっぱいいますあ 恥ずかしかった。本当にめちゃめちゃ恥ずかしかった。です。え、これ本当に何分までしようゆなね、明日何時起きだろう。う何時起きだっけうわ、何時起きだっけえ、忘れちゃった。スケジュール。<laughs> じゃあなんか読むね。タイプの髪型。ねえ、でもなんか似合 すれ,ればいいなって思うけど、なんか <noise> ああびっくりした。やめて本当に。なんかね、えー、タイプの髪型。ね一番タイプなのはね、うんなんかえー、うん難しいねタイプの髪型って。 え、だってなんかさ、その人のさ、好みを否定してるみたいですっごい申し訳なくない全然似合ってればいいんだけど、あ、でもなんか、あのもう、長いですみたいなのはちょっとあれかもしれない。なんか、長いですみたいなのはちょっと、あんまり、あれかも。え <laughs>、なんて苦情、 気にして清掃になってたのに結局テンション上がっちゃってんの笑うわ、だって。そうなんだよね。そうなんだよね。ほら、やっぱユナちゃんってね、本当にやめてほしい。もうなんか、いや、本当に天然じゃないんだよね。なんか天然とバカをさ、履き違えてない私、マジであの、天然じゃなくてあの、ただのバカなの。なんかもう、天然って可愛いじゃんなんか、あの、ヒラの翔さんとかさ、私のママとか天然なんだけど、いた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 たたた。あの、 私ね、天然とかじゃなくて、あの、ただのバカなの。天然超えてるバカとアホなの。だから、わかるあのね、天然っていうのは、なんかもうみんなからしてさ、なんかさ、もう可愛いみたいな。天然いいな私も天然なりたいみたいな言われる感じの性格じゃん。だからやめろって。やめて、ほんと、エフェクト取ろうとするの。そう、それじゃん。私の場合、私の性格になりたいっていう人は多分なかなかいないわけ。これになっちゃうと本当に大変だからやめな。本当にやめた方がいいよ。本当にやめた方がいい。 うっかりいいね押しちゃいましたピンポン何のいいね本当にユナちゃん性格いいよねえユナは性格悪いとは自分でも言わない <laughs> えハでも本当に本当に本当に大丈夫大丈夫あれだからあのね辛さを知ってる人は性格がいいって言うじゃないですかそういうこと 涙袋めっちゃある。そうなんだよね。涙袋はね、昔からそうなんです。エフェクトで綺麗な、いだってさ、ね、なんかひどくないなんかさっきからさ、なんかここ、ここに目あるんですかみたいな感じで、すっごい斜めになるじゃん。なんか私そんなところに目ないんですけど、みたいな感じじゃん。やめてほしいわ、ほんとに。みなちゃん無気で可愛いえ、だから私も、あのね、本当に聖書になりたいの。私本当に、大人になりたいんですよ。大人に。 だけど、なんか一生変わんないんだよね、マジで。性格だけ。もう本当にしよう。ゆなちゃんの性格に真面目になりたい。なにな、な、もう、やめた方がいいよ。本当にやめた方がいいよ。あのね、後悔するから。私、私のこの性格になったら、みんな、後悔するよ。二重綺麗すぎん。でもね、いいね、こ、ここのね、この右目のここね、手術しなきゃいけないんだよね。あの、 なんか物もらいのなんか、なんて言ったらいいのなんか、物もらいの跡みたいな、残っちゃって。これ手術しないと取れないの。えぇ、ー、苦しい。今一人暮らしじゃない。一人暮らしできない。絶対無理。可愛くなった、とても。ありがとうございます。 これ痛い。うん。ひどいよね。ほら、わかるなんかメイクしてたらね、なんかね、馴染むんだけどね、すっぴんだとわかりやすいの。え、なんかね、もう痛いとかないんだけどね。これね、痛いとかないんだけど、いつするえ、なんか、なんて言ったらいいの強制でもない。なんか別に手術も、なんか強制的な手術じゃないの。なんか、なんか、ヨロさん的になんか気にならないんだったら、全然そのままでもいいですよ、みたいな。でもなんか、 気になるんでしたら、なんか手術した方がいいと思いますね、みたいな感じなんだけど、手術して、なんか10日間くらい、14日間くらいか。14、だから2週間くらい、なんかあの、手術のあれが起きるのね。まあ、それが仕事にさ、影響しちゃうじゃん。その、14日間も休み取れるつきなんてないからさ、無理やんと思って、諦めてます。なんかもう、これでなんか、 もうなんかすっごい目立つようだったら手術するけどなんかメイクしてたらそんなに目立たないしただ二重幅が、ね、ない気になるよね違うもなんんなか左右でこれできてからほら <coughs> だからねし,したいなって思ってるんだけどあやめろって言ってんでしょほんとにやてよね ユナ,ユ,ナユナの二条仲いいよ本当にじゃあ20分くらいにやめますね9時20分お風呂にああそうだそうださあのお風呂あやめてやめてやめてだからここに顔ないってさお風呂に任してこれ。 多分ちょうどいいでしょう終わるくらいにはしたら多分ちょうどいい寝ちゃったよ背がはいしたらみんなのコメントを読んで23分くらいになったらきっとたまってるからあ入浴剤もらってきたんだよねフロントから。 それ入れてお風呂入って寝て明日頑張る3月本当にみんな応援して私のこと3月あのねここ最近でいっちゃ忙しいマジでもう忙しい方が当にねなんかねなんか嬉しいよねあのスケジュール帳見るとねあのこ,こなんか笑っちゃうのなんか <laughs> あ嬉しい 今月忙しいって <laughs> しくなっちゃってさ笑っちゃうんだよねスケジュール帳見てると頑張ってね頑張るねなんでホテルお仕事ですお仕事そうねよくリア友にツンデレって言われるんだけどゆなちゃんはツンデレええー、認めたくないけど多分ツンデレなんだと思う

頑張ってね頑張るよーありがとうゆなちゃんはあざといいやこれねよく言われるけど私あざとくないと思うんだよね本当,に本当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 に私あざとくないよ多分一緒にゲームしてそうえしたいけどなんか足手まといになっちゃいそうなんか私さゲームすごい好きなのねなんか 別に音ゲーも好きだし、そうバン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 系のなんかエペみたいなゲームも好きなんだけど、も々もともしてたし、好きなんだけど、なんかね、別に上手くはないのよ。音ゲーは上手いけど、なんかそういうなんか、バンバンバン系はさ、講演はね、結構上手かった。講演は結構上手かったんだけど、エペは本当にど,どうしても上達できなくて、まあ、諦めたんだけどさ、 だから足手元になっちゃいそうじゃないすごいガチ勢の方だったらあの彼氏が怒られそう「お前さー」みたいななんでそこにいんのこっちに来いよみたいな言われそうでなんか「ごめんなさいごめんなさいごめんなさい」ってなっちゃうからなんか「でもどうだろうそれだったらあじゃあ上手になります」って行くかもしれないけど難しいね明日のスケジュールは忙しいですね朝から夜までで明日の夜 東京に帰ります東京の皆さん待っててね同じ空気を吸えるよ明日の夜ゲームしたら叫びそうえマもう叫んでるもジ無理 え、マジつくらいだってさなんかさ,なんかさ私はなんか1対1で例えばね1対1でここと戦ってますみたいになってんじゃんそしたらなんかさ別派みたいな別派でしょあれ別派みたいなのこうやって来てさバンバンバンみたいなえーめちゃくみたいなの言うじゃんいやお前と戦ってないのよみたいなそんななんか忍び足でてさ来てもさ困るわけ私は1対1でこの人と戦ってんのになんか べんべんべんザ雑コみたいな感じで来ても「私あなたのこと眼中にない」みたいな「<laughs> えどっから来たの?」みたいな「え薄い薄い薄い」みたいな絶対友達いないでしょみたいな人が来んのよえなんかいきなりなのになんか煽ってくるでしょんかこういうことしてくるじゃんなんか <laughs>「お前何気づいてないの雑魚みたいな感じでやってくるけどなんかいや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 だったらもうちょっとなんか してこいよ、みたいな思っちゃうのよ、私からするとね。わかるえ、それが、え、わかる。それがね、例えばね、3対3です、みたいな。で、なんかもう、あ、よしよし、あ、あっちにも、あっちにも、みたいな。連携が取れてて、あっち、あっちにいるよ、あっちにいるよ。あ、じゃあ私この人やるわ、みたいな。あ、やばい、こっちにヘルプヘルプ、みたいな感じで、連携取れてるならいいけどさ、マジオンラインで連携も取れません、みたいな感じになってる時に、なんかいきなりボーンって来られても、お前誰だよ、みたいななんのよ、こっちからしたら。ほんとに。 ホントにホントだホントにこれあ <laughs> これ結構ガチの話ねだからもうホイライラしちゃうゲームしてたのイライラしちゃうゲーム無理ゲーム怒っちゃうホテル一人だよ誰か来てほしい本当に寂しい寂しいえ、まあ、でもなんか無駄に無駄にねベッドでかいんだよメイク上手メイクしないえっ何これえっ何これえっ <laughs> 何これなんか今すっごいペスだったよねびっくりしちゃった 手の動作多くて可愛い。やめな、本当に。手の動作。あ、そう、私手の動作さ、少なくしたいの。ゲームしてる人にしか共感できない。いや、いやでも、私ね、本当になんかゲームはやめた方がいいと思う。なんかね、もう、あのね、ストレス溜まっちゃうから、なんか、前はなんか、ストレスを減らすためにしてゲームをしてたんだけど、なんか、もうね、ダメ。なんか最近、なんかゲームしてたら、なんか、もう、 はみたいなことが多すぎていや自分が下手なんだけどさなんかイライラしちゃうから嫌だもうやめただから音ゲーだけしてるの今いな最近あのー、プロセカプロセカしようみんなでプロセカしようプロセカした方がいいよあのね楽しいからなんかもうそういう戦い系はねあのねあちょっと待って危ないお風呂 5分くらいですねあと5分くらいしたらたまりそうな感じでしたあと5分くらいしたらたまりそうですねなんであと5分くらいでやめますプロセカは小羽ちゃんです私推しなのかわいい本当に全部小羽ちゃんだよなんか小羽ファンみたいなやつとなんかあのー イベントみたたいなややつつ出てそれもらったやつこれしてあとなんかミクちゃんはサブリーダーにしてるんだけどこはネちゃんとミクちゃんのやつポンポンポンって置いてます <coughs> 眠たーい今日いっぱい寝たんだけどねなんか飛行機とかで。 待って一生嬉しい可愛くない子はねちゃんマジで可愛い、はあ、これしてきてた朝彼氏がプロセカやってたあ、声出なくなっていっちゃった <coughs> 音ゲーわかんない楽しいよ音ゲーマージ楽しいから これさ、このエフェクトなんか動いてるよね、地味に。かわいい、マジでかわいい。こっちとかわいい。じゃあ、お風呂もそろそろたまりそうなので、ね、<laughs> 寝ます。寝ますっていうか、お風呂に入って。 寝ますみんなじゃあねまた、あ、3分だけどあと3分するけどじゃあねって言っとくねオオカミ3話見てない方むしろ。 むしろというか、それ以前に、1、2話もまだ見てないっていう方は、狼を見てください。カラコン全然もう入れてないけど、トパーズ。トパーズ、おすすめですよ。トパーズっていう。こんなに可愛い子狼出るまで知らなかったなんて本。え、嬉しいな。 ガチかわい,いでもなんかさ嬉しいよねなんかさなんかさあこれガチで思ってくれてるんだなみたいな書き方してくれる人本当に好きなんかもう <laughs> かわいいみたいななんかも <laughs> うなんか可わいいお前もかわいいしお,お前もかわい可愛いああいつもかわいいみたいな感じじゃなくてガチもうなんかゆなちゃんってガチかわいいよね <laughs> みたいななんか あの伝え方みたいなのも好きです私とても狼 <laughs> でゆらちゃんを死んでみましたの、ね、っえー、ねえどうするどうするみんな言うの泣いちゃういや泣いちゃうよこんなの泣いちゃう泣いちゃう期末テスト全体7位なのうんおめでとうあじゃああ本気でゆらちゃん可愛いですよだってありがとう い,い,のいっぱいだって可愛い人いるからみんな可愛くていいのじゃあ、えー、お風呂入りますんで、えー、やめまーす <laughs> 急に始めて急に終わるんですけど来てくれてありがとうございましたみんな今日もお疲れ様でした一日オオカミちゃんじゃないよねオオカミじゃないよまあどうでしょう どうするこれでさ私が狼ですとか言ってもさやばいじゃん狼ちゃんじゃないです違うよ本当に <laughs> じゃあねみんなもゆっくり寝てね明日も学校とかいろいろあると思うあ充電もやばいわじゃあみんなおやすみ頑張ってね明日もバイバイありがとう だねだね。おやすみー。